柳和夫君。委員長。柳君。自由民主党の柳和夫でございます。本日は質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。4名の参考人の皆様にはご対応のところお越しをいただきまして大変貴重なお話を拝聴させていただくことができました。心から御礼を申し上げたいと思います。またこれまでのですね、長年にわたるさまざまな経験に基づく大変貴重な示唆をいただけました。本日はそれに基づいてですね、ご質問させていただきたいと思っております。まずですね、本法案のこの意義につきましては皆様からお話のあったところでございますが、改めてですね、今回この人の落ちプラン法定化をするということにおきまして、まあ、これまでもですね、平成24年度からこの人の落ちプランの取り組みというものは進めてきたという経緯がありますが、まあ、アンケートなどをですね、実施はしている中でですね、それを地図化して後継者がいない農地を見える化して、そして話し合いにつなげていくということにですね、至らないケースが各地で多かったということでございます。まあ、その実情ですね、課題、どんなところが課題にあってそういうところになっていたか、そして今回この法案によってですね、これが改善をされて実際に話し合いがしっかりと進んで、そして目標地図が作成される、人の力の実質化が実現すると、これにつながる上でのですね、これまでの課題をもう一度皆様にちょっとお聞きしたいと思います。まずは横粂参考人からお願いいたします。横粂参考人。はい、お答えします。これまでの課題という形でよろしいですかね。農業委員会サイドの立場としては、まあ、新しい農事業最適化推進ね、これがたくさんこの新しい業務をやっていただくんですけれども、それぞれ、そういう業務に対するそのやり方のノウハウがまだまだ定着をしていないものですから、その辺のところをいかに効率的にやるかということを考えております。それと、基本的に農家ニーズの把握ということですね、現場活動、これが非常に重要になってきまして、まあ、その現場活動のノウハウをどうするか、この辺のところをですね、まあ、今までの活動の中で、試行錯誤の中にあって、最近やっとその現場活動のね、ノウハウ等が把握できて、ややこう路線に乗ったかなと、こんな状況であります。ちょっと、はい、柳和夫君。はい、稲垣参考人にもお伺いをしたいと思います。まあ、実際ですね、この法定化をして進めていく中でですね、やはり農業委員会の役割非常に重要になってくるというふうに思っております。で、まあ、特にですね、先ほど来もお話ありましたけれども、実際のその農地の所有者に対してですね、働きかけをしていくってこと非常に重要だと考えております。まあ、現場の全国の農業員さんの活躍を見る中でですね、その辺が今回この法改正を契機にですね、どのようにより積極的にですね、農業者働きかけをしていけるか、まあ、目標地図を作るという上で話し合いをしっかりするわけですけれども、そこにおいてどのようにですね、この農業委員会の皆さんがこれから活躍していただけるかという観点からですね、農業者への働きかけというところでこれまでの課題も含めて、ご認識をお伺いしたいというふうに思います。稲垣参考人。ご質問ありがとうございます。農業委員会によるですね、農家の働きかけということにつきましては、お手元に資料を配布させていただいておりますが、これの後ろから2ページ目をお開きください。これまでも農業委員会では農地利用の最適化を進める際に3つのステップで取り組んでいこうじゃないかということを申し合わせてきました。とにかく現場を知ってくださいと、農地を知ってください、人のことを知ってください、でそれを踏まえて話し合い活動に臨んでください、で結果、農地のマッチングに行くということで、これまでもその第一ステップでですね、法律が改正された当時は農地法の中に、農地利用状況調査と、農地利用意向調査ということで、有給農地についてのですね、農家さんの意向を、法律的にそのアプローチする手立てはあったんですが、
大事なことは、最適化で大事なことは、今使われている農地をですね、有給農地ではなくて、今使われている農地を使える人にこう算段していくということで、実はこれは先生の地元のですね、栃木県の栃木市の農業委員会、多くの委員会がそうなんですが、やはりその最適化が仕事になったときに何やるんだってみんなこう思うわけであります。でその時、都知事市の会長さんはですね、最適化推進、そんなもん現場の農家分かんないぞと、名刺代わりに移行調査やれって言ってですね、都知事市では1年かけて、最適化推進さんが、農家の個別訪問をしてですね、その将来の農業をどうするんだ、農地をどうするんだ、こういう活動が全国点々とですね、運動的に、取り組まれてきた。でこのことをですね、令和元年のバンク法の改正の中で、26条の3項で、所有者等の意向を把握しという手立てを講じていただきまして、全国的にですね、こう意向調査をやると。そして現在タブレット等もですね、予算的に手当をいただいてですね、これからは、その農業員さん、最適化推進さんによるですね、その農家さんのご意向をいかに把握して、それをデータ化していくということであります。で今回私ども農業委員会では、改正農業委員会法が5年経ちまして、この新たな農地利用の最適化にこう一歩取り組みを、進めるべきだろうということを、組織決定して取り組んでいるわけで、そこに今回の法律改正も載ったわけですが、その前提でですね、この青字の3つのステップの前に日常活動ですね、農業員さん、最適化推進さんというのは基本農業者です、農家の方です。中立員の方もいらっしゃいますけども、基本農家のことですから、日々の営農活動、日々の経営の中でいろんな農家さんとの接点があるわけでありますので、そこに農地の見守り活動とかですね、仲間への声かけ活動ということで、農業委員会で組織的に調査しましょうとかパトロールしましょうとかっていう組織だった取り組み以前に、日々の365日の活動の中でその農家さんとですね、接点を持ってこう意向を把握する、これを今徹底的に取り組もうとしているところでございます。はい、ありがとうございます。柳和夫君。はい、ありがとうございます。次にですね、協議の場をいかにですね、機能させるかということについてお伺いしてまいりたいというふうに思います。協議をですね、これ法の施行、そしてその後のですね、策定期間含めて約3年程度ということで、今農水省の方でこれ見立てをしているわけでございますけれども、その間にしっかりとですね、協議をして、そしてできるだけ多くの地域にしっかりとした地域計画を作ってもらうということが必要になると思います。当然地域には多種多様な事情がありますので、すぐに完成度の高いものを、先ほどお話ありましたけれども、そういうものが作れない地域もあるでしょう。また担い手をですね、外から来ていただいて、土地の受け手に、農地の受け手になっていただくということにおいては、策定後にそういったことが起こるかもしれません。また輸出や緑の戦略というものに基づいて新たな取り組みをですね、今後展開していくと、そういう変化に対応して前向きにですね、計画を策定するという事情も出てくると思います。しかしながら、今までこれまで農地プラン、これをもう長年数年やってきた中でですね、なかなか進まない地域もある、一方で順調に進んでいる地域もあるという中で、やはり全体としてですね、この今待ったなしというこの土地の農地の問題については、全国でこの認識を共有してですね、国と地方がしっかりと連携をして全国の底上げを図るという意味も含めてですね、なるべくこの地域計画をしっかりとこの3年間で作っていただくということ、これは私は大変重要であるというふうに思っております。その中でですね、これまで協議というもの、これもこれまでも行われてきたわけでありますけれども、先ほどのちょっと質問にもちょっと重なる部分もありますが、改めてですね、今回この協議の場、新たに作る協議の場、これがより有効に機能していく上でですね、必要になること、これをですね、横久米参考人からお伺いしたいと思います。横久米参考人。地域協議の場をどのようにですね、有効活用、作りですね、しっかりしていくかと、こういうふうにご質問を受け止めさせていただきました。それで、今までは人の内プラン、これが一つの話し合いの基礎のベースでありました。でそういった場合ですね、
まあ、基本的な人の内プランは市町村が作ることになってますけど、現場活動の話し合いの場においては、推進、農業委員、特に農業委員が中心になって、実際にはやっております。ですので、これからの地域計画を作るについても目標地図をですね、話し合いだけじゃなくて将来の具体像をどうしようかということで地図に描いてしまうんだから、それぞれの言いたい人が、まあ、意見は多様、常に多様になるんだけど、将来の目標が目標地図として明確になるので、非常に協議の場の的が絞りやすい。でその中に農業員推進員が地域に密着形にしてこう会議を主導すれば、意外とそのまとまりができる。つまり地域計画が案ずるよう動かやすしで、今回はしやすいじゃないかと。ただ話し合いだけをすれちゅうしなさいよというと多様な意見の場になってしまうんだけれども、明確な目標地図を作ると、こういうポイントができましたので、話し合いの成果が目に見えて見やすいということです。それから、あと担い手がいないところについては、外からこの担い手とか、そういった形で地域の計画をどうになるのかというような形で、ちょっと質問の意図を受けさ止めさせていただきます。特に中山間地の場合ですとですね、話し合いをしてみんなでどうしようと言っても話し合いの当事者だけではことが解決しないわけですね。やっぱりでそこでいろいろ外から I ターン U ターン、そういった形で新しい、農産漁村の、ね、活性化、まあ、今回この審議の中にありますので、そういった形で外いろんな方、この仕組みがかなり多様になってきましたので、外からつまり中山間地の中でもいろんなその要素が導入できる方法ができたので、こういったその地域計画もまとめやすい形になるのではないであろうかなと、こういうふうに思っております。でいずれにしても今回の改正の中でこの地域計画をまとめるということ、そのポイントである一番分かりやすい目標地図の素案を農業委員会に作れとがやりなさいと、それであとは段階的に協議をしなさいということですので、この仕組みに乗っかれば、まあ、内心言うとうまくいくんじゃないかなと、こんなふうに思っております。以上です。はい、柳和夫君。はい、ありがとうございます。大変貴重なご指摘をいただきました。先ほど冒頭のお話でもありましたけれども、やはり各段階においてですね、それぞれの主体がやって主体にやっていただくことが明確化されていると、法定化されていると、これがやはり重要だということで、そしてその地域計画の中のまさに要となるこの目標地図ですね、これが農業委員会さんに担っていただくということでですね、活躍の場がこれまで以上に、そしてまたその役割も大変大きくなるということで、そういったところでですね、役割を果たしていただけるというふうにお話をいただいたというふうに思っております。で先ほどはちょっとお話がなかった点を確認したいんですけれども、まあ、協議の場でお話をしていただいて、それぞれの農地利用の在り方を議論していただくということの一方 です、ね、やはり将来 の、 その生産品目をです、ね、やっぱり決めていく。でこれはやはり今食料安全保障のお話もありますので、さまざまな作物を自給化していくという流れもあります。水田をどのように活用していくかという話もあります。こういう中で生産品目の在り方をですね、より将来を見越して議論をしていく、そこにおいては随時変更等もあるかもしれません。こういったいわゆる営農部分ですね、農業振興の部分と農地利用の部分、これをうまく整合させながらこの協議の場を持っていかなければいけないと思うんですけれども、これまでですね、そういった取り組みをどのように進めてきて、今後ですね、この法律の改正を機にまたどのようにそれを展開していくか、この点について横久米参考人と稲垣参考人お二人から聞かせていただきたい。予告名参考人。はい、生産品目ということについてはですね、農業委員会の業務よりも、農政部局の方のことになるんですけれども、地域地域で生産品目というのがですね、かなり、固定化をしておったり、新しくやろうと、こういうことね、そういったときに、農業委員会としては、
そういったものの取り組みがうまくいくように認定農家だとかそういったことをこう上手にこうまとめ上げていくということで生産品目そのものについてよりも生産品目を何にしようかとかどういうものを作ったら売れるんだろうだとか野菜だとかいちごとかねそういった経営が成り立つような相談そういったところに、まあ、農業委員会としては関わっているしこれからも支援をしたいということであります。はい、稲垣参考人。質問ありがとうございます。その生産現場で何を作るかということがまさにですねこの間その人の農地プランが現場でなかなかうまくいってない理由の一つその農業委員会が中心になってやる場合で、なかなかもじもじしてた場合は部分はまさにその生産の部分ですねその生産の部分に、農業委員会だけではなかなかこうコミットしきれてないいわゆる、まあ、専門分野ではないということでそういう意味で今回基盤法の18条の協議の場そこで、まあ生産であるとか土地利用の問題であるとかその地域のグランドデザインを描くそこをまず徹底的にやっていただくその生産何を作るのかそれから野菜に米から野菜に変えるのかとかですね受園地であれば果樹をどうしていくのかそういう生産ベースの話についてはやはり JA さんを中心とするその生産の部隊がですねまずしっかりとグランドデザインを描いていただいてでそれに基づいて地図作りとかっていうのが始まってくるそういう意味で今回の改正はですね人の農地プラン単発といいますかややその農業委員会が農地の問題で取り組んでた部分のその前段でですねその地域の農業のありようをまずみんなで議論を重ねてですねそれから作り込んでいく、まあ、そこがうまく機能すればですね農業委員会の地図作りもスムーズにいくのではないかと期待しているところでございます。矢野和雄君、はい、ありがとうございます。次に両法案の関係についてでございます。まあ、先ほど来参考人の皆様からもですねやはり一体的に進めていくこと、まあ、調和を持って進めることが重要だというお話がありました。まあ、すなわちですね有料農地を確保することとそれから、農地の保全管理ですね、まあ、いわゆる、まあ、農村を活性化するという今回法律の中でそれを位置づけたわけですけれどもこれをバランスを取っていくということであります。まあ、政策的にもですねこの、農地の保全についてはさまざまな政策努力を払ってもなお農用地として維持することが困難な場合に限りということで定義をしていることもありましてですね、まずはやはり農地をしっかり有料農地として確保していただくということそしてどうしてもダメな場合にはということで保全という中でですね粗放的利用ですとかあるいはさまざまなですねどうしてもダメな場合には臨地化するという話になってございます。まあ、この辺のバランスの取り方ですねこれからまずは協議の場でこれを一体的な議論の場として作り上げるということも重要ですしまた協議の中でですねこれをいかにこう相互バランスを取って進めるかということも重要になると思いますがこの辺についてですね、小田切参考人からお伺いしたいと思っております。小田切参考人。はい、ご質問ありがとうございます。まず両法案の位置づけなんですが二重にあるというふうに思っています。少し抽象的な言葉ですが攻めと守り、有料農地を守っていくという意味で、有料農地を確保していくという意味で攻め、しかし一方では農村空間を必ずしも農地だけではなく、守っていくというですねそういった守りこの2つをですねつなげたという意味があろうかと思います。それからもちろん産業政策と地域政策これをどういうふうに両立させるのかという意味合いでですね2つの法案が調和しているというふうに考えます。その上で、有料農地どのように確保していくのかあるいは仮に保全管理になった場合どう考えるのかという論点でございますがこれは先ほど言いましたようにむしろ保全管理しなければ農村空間全体を守れないとそんな立場でですねビオトープにしたりあるいは干渉帯にしたり鳥獣被害の干渉帯にしたりそんなような発想が出てきてこれ自体もまたですね農村空間を守るための方策だというふうに理解しております。以上でございます。はい、ありがとうございます。はい、委員長、質疑時間が来てしまいましたので、山下参考人には質問できませんでした。本当に皆様から貴重なですね、ご意見をいただけたことに心から感謝を申し上げまして、
質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。次に金城靖国君。金城君。